皆さんこんにちは、安部氏です。今回もこんな画角スタートなんですけど、マイペースに読書していくね、3日間ルーティーンの動画をやっていこうと思います。前回第1回で今回2回目なんですけど、意外と自分でやっててね、意外ととか言うのもどうかなって思うんですけど、結構ね、思っていた以上に多くの人に見ていただけて、いやめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。大体ね、 YouTube の編集とその仕事が終わったら読書をしていくみたいな、そういう映像がずらって続いていく、なんか日常 Vlog みたいな動画なんですけど、面白かったですっていうコメントもね、たくさんいただけて、いやめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。今回も前回と同じみたいな感じで、多分ね、同じような映像がたくさん続くかなって思うんですけど、そう、前回みたいな感じでやっていこうと思います。頑張ります。今回の始まりの時間です。今日もね、すごい寒いですね。今回は結構目標を立ててやっていこうかなって、ただ一日過ごしている様子を撮影するっていう、普通に過ごしていてその横にカメラが置いてあるみたいな感じなので、目標っていうのもねちょっと違うかなって気もするんですけど、今回の目標はもうズバリ慣れですね。慣れたい。まずはこのね、日常にカメラが置いてあるってね、すぐパッて撮影するっていうだけなんですけど、その状況に慣れたいっていうことで、今回はねもう慣れる、これでいこうと思います。そう、今日の予定とかをまずお話ししていくと、今日はね、もう一日編集、今週末投稿予定の動画の編集がまだ終わってないので、その動画をね急いで編集していかなきゃいけなくて、なのでもう一日編集ですね。そちら先にお伝えしておくと、もうね変わり映えしないと思います。この動画ひたすらでもこの画角で終わりましたみたいな、そんな感じのね動画がついていくと思うんですけど、あ、でもね、まず昨日ショート動画を公開してるので、そのコメントをいくつかいただいてるので、コメント返信からねやっていこうと思います。そう、コメント返信終わってちょっとね SNS チェックしてたんですけど、視聴者さんから今日横浜ネイバーズ3作目が発売日ですよっていうリプをいただいてて、今日11月15日なんですけど、横浜ネイバーズ3作目発売日だったと思って、いや教えてくださってありがとうございます。第1巻はねもう読んでいて、第2巻手元にねもう控えてるので、こちら読み終えたらね第3作もね読んでいこうと思います。で、昨日投稿のショート動画が、本の冊子の管理どうしてますかっていうショート動画だったんですけど、皆さんからねやっぱいろんなコメントをいただけて、本の冊子好きですとか、こうやって保管してますみたいなコメントもねいただけてて、視聴者さんの質問回答みたいな感じで、そのコメントをきっかけに作っているショート動画なんですけど、投稿した動画をきっかけにまたね同じ話題で視聴者さんと盛り上がれるっていうのがすごく楽しくて、いや本当にいつもありがとうございます。今日のコミュニティ投稿も作り終えました。昨日ショート動画公開してますっていうやつなので、結構ね簡単めな投稿だったんですけど、コミュニティ機能はね基本的には毎日、夜の7時ぐらいにね投稿してるので、ぜひねこちらもチェックしてみてください。今編集を始めようかなって思ったんですけど、またねショート動画の話をしてしまうと、先週ね結構ねバタバタしててショート動画ね上げることができてなくて、なので一周ねショートがね空いちゃったんですけど、だからね今週もう一本ねショート作ろうかなどうかなって迷ってて、そう、切り抜きショート動画を今作っちゃおうかなって、まだ今週末の動画終わってないんですけど、ショート動画やってからそっちをやろうかなと思います。実は先週の週末ぐらいね旅をしていて、そう、旅から帰ってきた直後という感じなんですけど、そう、そこでね結構ねその旅に出るから、それまでにいろいろやんなくちゃとか、そういうのでバタバタしていたり、また帰ってきてからねもうその旅疲れで結構ねもう体力ゼロみたいな HP ゼロみたいな日々を過ごしていたので、ちょっとねバタバタなんですけど、ショート動画ねちょっとね簡単に作れそうなので、そちらからまずやっていこうかな。ショートの編集が終わりました。切り抜き動画はね以前作ったことがあるので、なんかね同じ形式で作っているんですけど、はい、こんな感じで編集終わったので、これからね書き出しっていうのをして動画の形にしていこうと思います。今日ね NHK の BS の番組で帰ってきた探偵江戸川乱歩ミステリー復活の戦いっていう番組がやるっぽいです。夜の8時から、これは録画しておきます。
細かい作業がいろいろ終わったので、これからは今日の一番のメインの仕事の編集ですね。編集やっていこうと思います。そうだ、あとツイッターのね、今日の投稿が残っているので、後でねそれもやりつつ、とりあえずカット編集をひたすらちょっとやっていこうと思います。はい、今カット編集の2週目、2週目が終わったところなんですけど、今ね全体で17分半ぐらいですね。ここからねもう少しだけ削って16分台ぐらいになればいいかなっていう感じですね。とりあえずね今日はねこの動画に BGM をつけるところまでやって、ちょっとねテロップ付けの最初の方まで入れたらいいかなっていう、そこら辺までね進めていきたいですね。一応ね今日やろうと思ってたところまでは終わりました。一安心ですね。途中ねめちゃくちゃ眠くなったんですけど、なんとかやり終えました。カット編集終わって BGM 乗っけて、でテロップもねなんか決まっているところ、いつも決まっているところみたいなところにはテロップをね置いてダダダっていう感じでやったので、まあ、この後はね足りないテロップをねどんどん補っていくっていう、追加していくっていうイメージです。いや今週の動画だし、もうできるだけ早く作りたいっていう思いはあるんですけど、こういう時こそね逆に焦らないというか、あえて少しずつ少しずつやるっていうのが大事なのかなって最近思って、わざとゆっくりやるとかそういうことではなくて、あえて急がないっていうところで、なんかねそういうのが結構動画のクオリティにも反映されてくるんじゃないかなって、ゆっくりやるんだよっていう意識でね最近はやってますね。まあ、編集の方は一段落したので、ここからは SNS ですね、今日投稿予定の作れてない投稿いくつかあるので、それを行こうと思います。はい、今日はねもう夜遅くなってきたのでここで終えようと思います。明日も今日みたいな感じで動画編集と読書をしていく一日になると思うんですけど、一日目はね無事に終わったということで、今日はもう寝ようと思います。お疲れ様でした。めちゃくちゃ寒い。はい、2日目です。今日もねやっていこうと思います。昨日寝る前にもお伝えしていたんですけど、今日も動画編集の一日になる予定です。はい、今週末のね動画作らなきゃいけないので今日も頑張ります。あ、ちなみになんですけど、このねこのねセーター、去年着てて今年ね初めて着るセーターで、この内側に着てるシャツは今年買いました。ちょっとね本当ねどうでもいい情報かもしれないんですけど、こちらはあれです、無印のシャツで、でこのセーターはユニクロのセーターです。はい、今日はね結構過ごしやすい天気、今日外結構あったかいです。めちゃくちゃ晴れてる。
で今コメント返信してたんですけど、そのコメントをね少しだけ簡単に紹介すると、芦沢洋さんの汚れた手をそこで拭かないが短編でどれも嫌な終わり方をするんですけどめちゃくちゃ面白かったですっていうねコメントをいただきました。ありがとうございます。こちらの作品ね以前読んだことはあるんですけど、で独了済みの作品だったんですけど、こういう感じのコメントをいただけるともう一回読みたいなってめちゃくちゃ再読したくなるんですよね。それが本当にありがたくて、いや本当にね嬉しいです。ありがとうございます。ちなみになんですけど、今日ねさっきいろんなサイトをねチェックしていて、オーディブル最近ねおすごいなって思ったのが、そう港かなえさん作品ね4日連続4作品配信みたいな感じで、そんな感じでねドドドって配信されてて、それがめちゃくちゃすごくて、で今日配信されているのが藤原竜也さんナレーターでねリバース配信されてるので、これねめちゃくちゃ嬉しいです。4日連続配信って今までねこんなことなかったなって思うので、いやこれめちゃくちゃすごいですね。案件でもなんでもないんですけど、はい、ちょっと普段から使ってるのでちょこちょこねこういう情報もお伝えしていけたらなと思います。今ねずっとワンピースやってるやつがやってて、なんかワンピース何周年記念みたいなやつだと思うんですけど、10月の終わりぐらいからねずっとワンピースなんか生配信みたいな感じでやってて、なんか今やっとあれですね、ワノ国のルフィとねカイドウが戦ってて、でその終盤まで来てるみたいですね。今日のコミュニティ機能も作り終わりました。今日も夜7時に投稿します。コミュニティ機能からいつもねやってるんですけど、ちょっとねそれ作るの忘れてて少しだけ編集始めてました。はい、今日はねできるだけもう完成に近づけていくっていうところなので、このねルーティーン動画の撮影も結構飛び飛びになっちゃうかもしれないんですけど、このね今テロップをねダダダダダッとねこっちにダダダってこうつけていくみたいな感じですね。購入本の動画なので、まずはね海外作品からっていうところで1冊目からね順番に作っていきます。今ね最初の5分分ぐらいのテロップ付けが終わったんですけど、いや今回ねめちゃくちゃ時間かかるなと思って、まあ、そんなに焦って作るつもりないんですけど時間かかるなって、だから全部で16分ぐらいの動画なので、このね3倍かってかかると、いやどうなんだろう編集のねスピードどうなんだろうっていやあんまりね早い方じゃないなっていうのは自覚してるんですけど、まあまあ遅い方なんじゃないかなと思って、まあ、編集スピードはね人それぞれだと思うので、まあ、遅いも早いもね、まあ、ないかなって思うんですけど、もうちょっとだけね早くしたいなって、まあでもねゆっくりやります。まあ、紹介する本をこうデスクのね横に置いて、まあ、ちょこちょこね見ながらできるようにして参照しながら編集進めてます。と空曇ってますね。はい、やっと今13分まで来ました。16分何十秒のうちの13分のところまでテロップ付けが終わって、やっとあともうちょっと、全部で7冊紹介してるんですけど、そのうちの6冊のところまでがね終わったっていうところまで来てて、はい、まだね結構粗めのテロップ付けなんですけど、とりあえずね一回最後まで行きたいので、あと3分とですね、さっきからねもうずっと同じ価格でずっとなんか編集苦しんでるみたいな映像が続いちゃってるかもしれないんですけど、はい、あとね少しなので頑張ります。そうだ、あと今日はね夜7時からショート動画が公開されるので、ショート動画ね先週アップできなかったので今週ね2本作って、はい、昨日作ってたやつが今日アップっていう感じですね。それがあるのと、あとは SNS の投稿が同じぐらいで夜の7時ぐらいに投稿予定なんですけど、まだ何もね作れてないので、どうしよう、とりあえず編集終わらせたい、こっちを先にやりたいんですけどどうしようまあいいや、とりあえず編集を先に、まあ気のいいところまで終わらせて、終わったら SNS 投稿の方に行こうと思います。一旦最後までテロップ付けが終わりました。このねいつもの高評価チャンネル登録お願いしますテロップがあって、でこれが最後ですね。いや今結構ね荒く1回目テロップ付けたっていう感じなんですけど、できましたね。これで一応最後まで、あ、語彙力テロップをね今回はつけているんですけど、まだね全部終わったわけじゃなくて、こっからね映像をね足すところがあったり、あとはねもうちょっと細かいテロップをつけたりとかしてね、はい、ちょっと後半あんまりちょっとスカスカな部分あるので、
そうですね、そういうところを埋めていったり、もう少しかかるかなっていう感じです。今日投稿のショート動画が無事投稿されたので、ちょっと時間は過ぎちゃったんですけど、投稿したら投稿しましたよっていうのは、ショート動画に関してはスレッズの方で投稿していて、今ね投稿し終えました。ショートってなんか急に再生数がグワッて伸びて、なんだろう、結構ね初速がねわっていいんですけど、なんかねちょっとよくわからないアルゴリズムで、長尺動画とはねまた違った感じでこうね再生されていく雰囲気なんですけど、今回のやつは出だしがショート動画の中では7位ですね。そう、今回切り抜き動画2本目なんですけど、そう、前よりも初速は結構いい感じです。編集ね、あの後また少しだけ進めて、完成度的には 60% か 70% ぐらいまで進めることができたので、今日はね、こっから読書していこうかなって思うんですけど、明日ね、ちょっと出かけなきゃいけない用事があって、ちょっとそれがあるので、今日ね、できるだけね、終わらしといた方がいいのかなって思うんですけど、いやでも読書の時間もね、確保したいなって最近思ってるので、今日はもう編集は一旦終わりにして、これから読書ですね。明日ね、出かけなきゃいけない用事っていうのが、歯医者のね、予約をしてしまってて、明日に。いつもはね、出かける日っていうのが、だいたいね、水曜日か木曜日出かけるようにしてるんですけど、金曜日っていうね、ちょっとイレギュラーなお出かけになってしまうっていう。しかも、それがね、歯医者っていうところで、その翌日が動画投稿日で、まだね、動画終わってないかもしれないっていうね、その金曜日に予約を入れるっていうことをしてしまって、それがね、ある程度ね、こうなることはね、予想はできていたんですけど、やっぱりね、ギリギリだったなって今回も。歯医者も大事なので、いろいろ行ってても結局歯医者には行くんですけど、金曜日に予約するのはね、やっぱやめといてはよかったかなって。はい、そんな感じで、はい、こっからね、読書していきます。あ、そう、どんどんね、話しちゃうんですけど、昨日ね、読み始めたのがこちらの、もう何のコメントもせずに読み続けてたと思うんですけど、今ね、読んでいるのが、こちらのメフィストの雑誌で、去年の12月ぐらいに確かね、届いたメフィストの号なので、1年ぐらい読んでなかったんですけど、こちらメフィスト賞を受賞したゴリラ裁判の日がね、収録されているっていう、そういった号になってて、まあ、せっかくなのでこちらで読もうってことで読んでいます。今日はこちらのゴリラ裁判の日から読書していきます。今日も夜遅くになったので、2日目はこれで終えようと思います。いろんなシーン撮ってたと思うんですけど、ちょっとね、あまりにも細々と撮影しすぎてて、なんかね、今どんな感じになってるのか全然分かってないんですけど、2日目もね、細々撮影していくルーティーンのやつ、無事に終わったので、今日もね、編集と読書をしているところぐらいしかね、お届けできてないかなと思うんですけど、明日ね、3日目ちょっとまたお出かけする用事があるので、明日はちょっと編集をしつつ手書きつつみたいな一日になると思います。というわけで今日も終わります。おやすみなさい。はい、3日目になりました。今日はね、出かける予定があるよって寝る前にもね、お伝えしたと思うんですけど、めちゃくちゃ雨降ってきてて、そう、なんか最近ね、出かける日ってなると、結構天気悪いっていうのが続いてて、今日もね、なんか1週間ぶりぐらいの雨なんですけど、ちょっと雨の中出かけるっていうね、しかもその出かける予定が
歯医者っていうね、まあ、せっかくね出かけるので、まあ、ついでにねいろいろ買い物してきたりはしようと思っているんですけど、出かける前にまだねちょっといろいろやらなきゃいけないことがあるので、結構ね細々したことで、昨日投稿したショート動画のコメントをね返信したり、あとはね今日のコミュニティ機能投稿をですね、あとメールがね来ていたのでそのメールの返信をして、はい、まあ、そんな感じのことを出かけるまでにそう歯医者に行くまでにやって、で出かけようと思います。雨ね、小雨とかじゃなくて普通に降ってるパターンの雨ですね。これはめちゃくちゃ雨降ってる、すごい雨。まだお伝えはできないんですけど、今ね水面下で進行しているものがあって、多分1ヶ月以内には明らかになると思いますので、ぜひそちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。チャンネル登録者数1万9000名達成しました。最近なんか増えたり減ったりしてたので、やっと行きました。あと1000名で2万行きます。編集もだいぶ出来上がってきました。一応ね出かける前にここまでできればいいかなっていうところまではできたので、あとは効果音つけたりとかね、そういう細かい作業が残ってるぐらいなので、帰ってきたらねやろうと思います。そろそろ2時半なのでもう遅れないようにちょっと準備して出かけようと思います。曇ってきました。鳥がいる。星が綺麗です。これだけちょっと映ってるかもしれない。星がすごい明るくて綺麗です。今日の購入品、薬用リップスティックマルチビタミンのサプリ、ワンピース107巻。はい、ということで今回もね3日間ルーティーンやってきました。なんか毎回3日目はお出かけみたいな感じになっているんですけど、ルーティーンなので逆にルーティーンっぽい感じになれたかなって思います。いや、なんか歯医者今日行ってくるって言って、もうずっとね歯医者の話しちゃうんですけど、今日はね奥歯の虫歯の治療だったんですけど、この奥歯の治療をしていた時に、治療の過程でちょっと歯茎をねレーザーでこう焼き切るっていう工程が急に現れて、それやるけど大丈夫ですかって聞かれて、めちゃめちゃ怖いけどもう入っていって、ちょっとだけ痛いなって思いながらなんとかね乗り切って無事帰ってきました。これで多分ね奥歯は大丈夫だと思います。今回はねそんな感じでルーティーンを終えようと思います。こちらのルーティーン動画、まあ、読書をしたり YouTube の編集をしたりみたいなのがねメインになってくるんですけど、こんな感じのルーティーン動画ね、面白かったよと思っていただけた方はぜひ高評価を、これからもねこんなスタイルの動画を見たいよと思っていただけた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、ルーティン動画のねリクエストがありましたらぜひコメント欄で教えてください。たくさんコメントいただけるとモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。あ、そうだ、動画の最初の方で結構最近バタバタしてて旅に出てましたっていうお話をしたと思うんですけど、その旅の中で撮影してきたこの動画いつ使うんですかみたいな素材がいくつかあるので、せっかくならこの動画にくっつけて出してしまおうっていうので、最後ねちょっとだけその旅の様子とか、まあ旅といっても、まあ、帰省だったんですけど、実家に帰省していたので、その帰省の様子、それをねちょっとだけ最後お伝えして、その動画をくっつけてこの動画を終えようと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。